久御山町は、京都府の南部に位置し、久世郡に属する町。町域は、木津川の堆積作用によって作られた柱石平野で、平均の標高が低いところに位置する。瀬戸内海式気候に属し、冬は小雪で、寒さは厳しく、夏は高温多湿と、四季がはっきりしている。三郷山財産区と呼ばれる飛び地が、宇治市と宇治田原町の隣接する地域に存在する。定住者はおらず、京都府の施設、府民スポーツ広場として用いられている。1988年の京都国体では、馬術の競技会場となった。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると 4.18% 減の 15,916 人であり、増減率は府下26市町村中16位、36行政区域中25位。久御山町成立に先立ち、1951年、久世郡を構成している宇治町、牧島村、小倉村、大久保村と、宇治郡東宇治町の2町3村が合併して、宇治市が誕生した。その後、城陽町が1972年に、市制移行したことにより、久世郡は本町のみとなった。町域の北半分は、小倉池干拓田という広い稲作地帯である。国道1号線より西側では、近郊農業が盛んである。特に大根は、淀大根と呼ばれる地域ブランドである。国道1号線が町内を貫通しているため、消費地に素早く出荷できる。久御山町の農業の発展にはこの道路が大きく貢献している。近年開業したイオンモール久御山の敷地内にも久御山町で生産された野菜の直販コーナー、春菜の里が設けられ、徐々に知名度が上がり、リピーターを確保するほどに成長している。小倉池干拓田の南に隣接する地域には、久御山工業団地があり、主として、金属加工、プラスチック加工、食品製造などの事業所が多い。戦時中に、京都飛行場が建設されたところで、戦後に飛行場跡地が工業用地に転用された経緯がある。飛行場跡地という広大な工業用地に、製造業が集積した結果、久御山町は財政が健全化され、1972年度から連続して地方交付税不交付団体になった。町内で横請けと呼ばれる業務連携が定着しており、会社の枠を超えた人的交流が見られる。2010年代以降は隣接の八幡市に位置する上、奈良工業団地、上津谷工業団地、岩田工業団地が発展し、相対的に久御山工業団地に進出する企業は減少してはいるが、それでも有名企業の工場が多くあり、新しい泥網が使えるようになり、さらに工業面での期待が膨らんでいる。一部の大きな工場では、地方からの留学生を受け入れている。これは、地方で工業を営む家の子が学校を卒業した。あと、現場実践を通じて、事業承継に耐えうる技術を身につけさせるために、久御山町の事業所に数年間送り込むというものである。久御山町内の工業事業所は黒煙を吐き続けるような環境を破壊するものが少なく、環境負荷は比較的小さい。工業の力が商業に大きく勝っている関係で、工業系事業所の経済団体として、久御山町工業会が長く運営されてきたが、2003年に工業会が商工会と統合した。その結果、より濃密な企業間交流が促進された。イオンモール久御山かつては、個人商店や小規模な食品スーパーと、国道1号線沿線にガソリンスタンド、中古車販売店がいくつかあるくらいで、商業面が弱く、宇治市や京都市、八幡市に多く依存していたが、ジャスコ久御山ショッピングセンター、ロックタウン久御山店などの大規模な商業施設がオープンしてからは逆に周辺市町からの来客も発生し、商業面が強化された。しかしそれと同時に、従来から営業していた小規模な商店は壊滅的な状態に陥った。地元資本のスーパーでは、スーパーいわきが検討している。巨椋池が干拓されるまで、この地域は豊かな漁場だった。船の出入りする場所は協定されるが、一旦船を出したら、取れるだけ取ってよいという説があるほど、多種多様な淡水魚の宝庫だった。度重なる水害にかかわらず、人々が去らなかったのはこの恵みによるものである。巨椋池が干拓された時点で漁業の歴史は終結し、稲作を中心とした農業に転換された。京阪電気鉄道京阪本線が、町域を通過しているものの駅は設けられていない。ただし宇治川以北の地域では、徒歩圏内に淀駅がある。近鉄京都線大久保駅、京阪本線淀駅、中書島駅、JR 学研都市線、松井山手駅から京都京阪バスが町内へ運行されている。2015年12月31日までは、コミュニティバス、久御山町のてこバスも運行され、幹線道路以外にも乗り入れを行っていたが、利用実績に応じた見直しを行いデマンド式の乗り合いタクシー、乗ってこタクシーへと転換された。なお、乗ってこタクシーの利用は役場にて登録を行った、久御山町民に限られており、宇治市など他自治体の居住者は利用対象外となっている。久御山 JCT 上津屋橋。ありがとうございます。